イーグル級小海艇イーグルにイーグル級小海艇はアメリカ海軍が使用した小海底。1917年に駆逐艦よりは小型で木製の苦戦艇よりも行動半径の大きな光線として開発された。当初、アセスイーグルボートナンバー XX という故障であったが、1920年にポリエチレン XX という形式に改められている。 第二次世界大戦当時にも残存していた艇があり、用いられている。第一次世界大戦中の1917年6月に、ウッドロー・ウィルソン大統領から有ボートの脅威に対抗するための対戦艦艇の建造を諮問されたヘンリー・フォードの同一の設計による艇を大量生産するという方針により、設計が開始された。フォードは、 アメリカ合衆国造船委員会に加わり、翌1月には自ら指揮を取ることになった。設計は海軍によって一括して行われ、経験の乏しい造船所による建造を可能とされていた。フォードは自動車産業で培った大量生産の技法を造船に取り入れ、デトロイト近郊のリバールージュに工場を建設し、そこから大西洋に完成した艇を送り出す計画を立てた。 当初の計画では1918年12月1日までに100隻を建造し、さらにイタリア向けの12隻が追加された。5月には工場が完成し、建造が開始された。第一次世界大戦で用いられることはなく、1918年11月30日には、調達数がアメリカ海軍向けの60隻に減じられた。 生産は遅れたものの同年中に7隻が収益、残る53隻も翌年に収益した。完成した船体は、海上での安定性に支障を生じていた。サイズも小型であったが、数隻が水蒸気派艇として1920年にはミッドウェイ島で、1921年にはハワイでより大型の艦が配備されるまで用いられた。一部が1919 19年に、 アメリカ沿岸警備隊に移管され、残る、定の多くが1930年代から1940年代初頭にかけて売却された。第二次世界大戦勃発時において、ポリエチレン -19、32、38、48、55、56、57が現役であった。U-853 の来撃により、ポリエチレン -56、 が失われたが、他の6席は大戦を生き延び、さらに戦後の1946年に、ポリエチレン -19 が失われたが、残る5席が売却され、これをもってすべての艇が除籍された。各定に様々な相違点があり、突起なき限り上の数値は一番艇のものである。ありがとうございます。